この番組は小野家の熱血チャンネルをキーステーションに全世界に配信します。小野一馬の酒話。皆さんお世話になります。アナウンサーの小野一馬です。小野一馬の酒話、今日のゲストはおかんです。小野めぐみさんです。よろしくお願いします。全然しゃべらへんよ。なんか口のファスナーがちょっとなかなか動かなかったんけど、今も重たいけど頑張ります、うん、ありがとうございます、はい、ほんまね、顔出しでやりたいところやったんやけど、夜は化粧がよれるからっていうか、いやもうずっとこの頃ね、マスク生活やからほぼおでこと、うんうん、眉毛しか塗ってないです。あ、そう。はい。まあでも肌綺麗よね。まあね。うん、お母さん67コントになるね、はい、8月22日で、はいはい、あの年齢と体重はずっと増加してて、うん、ものすごい結構67歳の割には朝7時から店入って、もっと早いかな、うん、入って、そう、ね、結構店の中だけで今見てたら6000歩以上歩いてるんですよ。店の中だけで、うん、へえ、すごい。そうやし、結構よく歩いてるんやけどね、そんな広い店でもないけどね、うん、動いてるし、買い物も行ってるし、家の用事もしてるし、うん、そんな一生懸命食べてないけど、ただランチの味見が過ぎるんか知れないけれどつまみ食いするんや、はい、うん、なんで痩せへんねって感じ、はい、今店の話が出ましたけど、まあ私の父と母が京都府の長岡京市で1981年創立、そう、そうね、創業ね、はい、の喫茶店小良田公子正弘店をやってまして、81年よ、はい、だから40年でしょ、はい、ね、41年目になってるのか、はいはい、お二人でずっとやってて、はいはい、でランチって言うたけど、日替わりね、そうです、ランチを、はい、今頑張ってて、インスタにね、はい、上げて、はい、フォロワーも135人ぐらいまでいったね。そうですね、おかげさまで2月から始めて、うん、あのなんか自粛要請とかで、うん、本当に喫茶店、飲食店もろに響きまして、うん、すごく暇になった時期が続いてたんですけれど、うん、なんか元気出ることないかな思ってたら、うん、カズマがインスタやったら、おかんインスタやったら言ってくれまして、そうね、だから最初食べログの点数低いの、あんたなんとかならんかって言ってきて、そう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 、それはちょっとハードル高いから、うん、まあ、食べログなんてもうね、0点入れる人が1人いたらなかなか上げるのも大変やから、そんなもう人任せじゃなくて自分から発信できる SNS っていう感じで、せっかく毎日もうほんま苦労して、うん、毎日違うメニュー組み立てて日帰りランチやってんやったら、それあげるだけでも値打ちあるでって言うたら、もう今毎日あげてて50人以上の人がいいねって言ってくれるもんね。そうですね、おかげさまでね、うん、あのその日一生懸命全力投球で朝仕込みして、うん、で出へんかったらどうしようっていうのがあったんやけど、インスタで見てもらえるだけで半分ぐらい気が楽になって、ね、それがちょっと刺激になって、うん、彩りを考えるようになったり、素晴らしい、映えやね、うん、なんかいろんなところでなんか勉強したりして、うん、そう、いろんな人のインスタ見て、はい、この絵上手やなとかって見てるんでしょ、写真、そうそう、写真にも刺激されまして、素晴らしい、この頃あのお散歩行っても、うん、あちこちであの写真撮りまくってます。素晴らしい、うん、日曜日なんか長岡天満宮近いんで、うん、よく歩いてるんですけれど、うん、もう運動にはならない感じ、ほとんど立ち止まって、うん、犬のお散歩みたいな感じのおしっこするために止まるみたいな感じで写真撮ってんねんね、そうそうそう、だからその、うん、まあ、毎日上げてる写真があるから、日帰りってね、15個20個用意してても5個しか出へん時とかもあるからね、こうがっかりしてしまうわけだけど、うん、写真に残したらそれ見て、あ、おいしそうだし、また来ようねっていう人がいてくれたら頑張るもんね。なんかインスタ見ましたみたいな人もいるの、そうそうそう、あのインスタ見たい言うて、うん、あのわざわざ足を、ああそれよかった、運んでくださったりして、結構遠いところからも来てくださったりして、うん、いや嬉しいね、なんかあのすごい喫茶店マニアの、 あの若いお兄ちゃん、うん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 、お姉ちゃんもこの頃よく来てくださって、
逆に教えてもらうことが多くって、でインスタつながりで、うん、いろんな勉強させてもらって、うん、楽しませてもらったり、だから世代の壁を越えていくよね、うん、そう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 、なんかいろんな方とお知り合いになれて、うん、あ本当にこの頃気持ちが充実して、うん、はい、そうだから正直さ、長岡教師で40年の歴史ある喫茶店でもそんなにたくさんはないやん、まあ、一方で若い方が集う新しいようなね、お店もできてる中で、うん、ちょっとこうネガティブなこと言うのとかも見にしたから、いやでもこの40年の歴史があるのは今から作れるもんじゃないから、それこそ値打ちあんねんでって言って、うん、でそういうのにやっぱレトロな感じが好きで来てくれる人もいるわけやもんね、うん、そうそう、ね、なんかね喫茶店行ったらねお年寄りの文化になってきたんやけど、うん、なってたんですけれど、インスタ始めてから、うん、若い人もレトロなお店が好きな人もたくさんやはるっていうことが分かって、すごく嬉しかって、うん、もう本当に幸せですね。まあ、ね、あのこれからまた違った気持ちで頑張っていけるなぁ思って、うん。声の調子いいね。いやいや。なんか最初だから顔を出すんややしって言って、声だけやしって言ったら声もやしって、まあっていうのもね、何年前やっけ、甲状腺がん？ね、もうだいぶ4年くらいになるんかな。なんか声帯まで傷がいって全然声が出ない時期があったんですけれど、うん、最近はもうだいぶ、うん、すごいね、はい、歌はねもう歌ってないけれど、でもこの間長岡京のスナックで一緒に歌ったやんな、あれ久しぶりやってんな、うん、ほんまな、ほんま久しぶりやった ね、いや感動したけど、うん、いやいやまあもうでも年も70に向かってて、お店はいつまでやるの？まあね、あと5年を目標にまた更新していこうと。なるほどね、うん、だから親父が今年71になるかも76やし、うん、次の更新で80超えるけどそうそう、でもね、あの80歳過ぎても元気で、うん、あのお商売しておられる方、そうね、してるんで、うん、上には上がいるよね、そうそうそう、なんかね今の仕事はありがたくって、うん、もう結構この年になったら孤独な人も多いけれど、はい、会いに行かなくても会いに来てくれはって、うんうん、でいろんなこあのマスク、うん、マスクとマスクの会話ですけれどね、うん、もうこの頃気につけてるから、まあ、人とのコミュニケーションってほんま大事よね、うん、ものすごいあの溜まってるもんを持ってきはる人もいはるし、いい勉強になるし、ね、自分だけ大変じゃないなっていうことがよくわかるし、まあね、まあ、年いってったらね、うん、ね、長年連れ添った栽培の相手が亡くなったりされたりとかね、そんなんとかいろいろありますね、けどまあそういう寂しい思いしてはる人ほど、うん、もしかしたら喫茶店に行くとね、うん、ちょっとこう発散になるかもしれへんね、うん、そんな憩いの場であったらいいよね、うん、まあそんな喫茶店でまあ生まれ育って私は、うん、1986年だから34年5年前になるけど、当時だからもう物心ついたら喫茶店の、まあ、あの今去年からか禁煙になったけど禁煙分煙法で、もうあの黙々した中を伏流煙浴びまくりながら走り回ってたわけでしょ、一馬少年は。そうですね、どんな子供でした？まあなんか環境がそうさしたんか知らんけど、うん、なんか人懐っこい子で、そう、社交的で、もうよく喋ってなんか可愛がってもらってましたね、皆さんにね。ああ、はい、でもてか自分で記憶するに、確かに子供の時ってそういう感じだったんやけど、中学ぐらいからちょっとこう、うんうんうん、なんか遅れてきた人見知りじゃないけど、なんかこう自分に自信なくしてた時期とかあってんけど、それってなんか伝わってた？いや、反抗期やったんかな、それが。反抗期は結構壁には泣いてるけど、高校の時中学の時泣いてた、うん、なんかね、私に対してイライラしてる時期があってで、私、殴られるなぁ思ってたら壁には泣いてたし、あ、壁に行ったんや骨折れんでよかったなぁ思うぐらいイライラしてる時期あったね。なんなんやろな、うん、あの独特の誰でも通る道違いますか？そうか、はい、そうか、だからお父さんはその時ガツンと叱ってよ言うたんけれど、うん、偉そうなことばっかり言うから、うん、誰でも通る道や全然叱らなかったから寛容やなもうわがままに、どんどんわがままになってそうか、私がこうなってしまったのは、はい、はい、あ、はい、お父さんのせいだ、はい、自由に、ね、でもずっとさ、こう
アナウンサーになりたい、なりたいって言っててさ、そうそう、慣れた時は喜んでくれた。そりゃそうやんね。うん。もう、なんか、ずっと、ずっと、なんか、黙ってやったらええのに、人にアナウンサーになるなるなる言うてて、うん、そうね。もう、プレッシャーかけてたよね。有言実行っていうか、うん、で、よかったんやけれど、大丈夫かなっていう。そうな、だから自分としては、その、いまだに後輩とか若い子たちに言うけど、自分の夢は人に言っていった方が応援してくれるからって言うんやけど、確かに周りの人からすると、ほんまに大丈夫かって心配になってくる、ね。で、自分にそこまでプレッシャーかけなくてもいいのになと思うけどね、今もそうやね。今の仕事に対してもそんな感じやな。なんかな、ね、まあ、人それぞれかもしれんけど、そういうタイプかもな。一回山口放送に行ったわけやんか。で、まあ、アナウンサーと夢は叶えたけど、そんな見られへんかった状況から、はい、テレビ大阪転職して、夕方のニュースやるようになって、毎日見られるようになって、どこで見てたん、あれは。あれはね、結構ね、早く、朝早いから、もう早く閉まって、あと、店は開いてるけどね、うん、私は。家帰って見てたけどね。まあ、うん、ね、早くこんなにいっぱいテレビ大阪の、うん、あの番組結構いろいろ出て大丈夫かな思うぐらい早く出すぎたなでまあ、うん、一回こう引っ込む感じになったやんか、うん、あの時どんな思いやったの。あ、痛かったなすごく、うん、申し訳なかったな、私がっていうか、うん、大丈夫かな思って、うん、なんかちょっと本当に、うん、ドーンとショック受けて、そのショックが受けて、うん、響いてきてたからね。まあなあ、うん、まあ、自分のことやから自分は乗り越えられるけど、やっぱ身内には迷惑かけたなぁとは思うよね。今お父さんが裸で風呂から上がってきました。ほんで、まあ今東京でこうしてフリーでやってるわけやんか。どうですか。うん、私はね、こんなこと言うとあかんけれどね、うん、テレビ大阪に似てるより今の方が生き生きしてる感じで、ほんま、いろんな勉強させてもらって、ING さんで、うん、いろんなことを教わって、テレビ大阪のあといたところね、まあ、短い期間やったけどね、うん、本当にそこの会社にも感謝しなあかんなと思います ね、 ね、このコロナ禍で、うん、リモートの、うん、お仕事させてもらったり、そんなんできるようにならせてもらったんやからね。なパソコンなんかいじったことなかったけど、うん、今ね、苦手なジャンルやったのね。毎日のようにオンライン会議とかオンライン話し方教室とかやってるけど、ね、本当テレビ大阪辞めた後に入った翼グループの ING さんのおかげやね、うん、おかげはもうね。で今 ING さんとか翼グループからもお仕事いただけたりして、あ、そうなん、ほんまにありがたいことです。なんか人のつながりって本当に大事にしなあかんね。そうね、うん、どっかでつながってたり、うん、で切れた思ってもまたどっかでね。そうなんや、うん、まあ、それはもう40年ずっと同じ場所で喫茶店やってる人いるから重みが違うわ。そうそ う, そ う, そう、もう20年来られへんかって、うん、また来だしたらずっと毎日20年通ってくれはる人はるしね、いろんな方がいらっしゃってね、じゃあこれからの息子カズマに期待することはどんなことですか。まあ元気で家族仲良くそれだけやね。せやな、はい、お母さんの目標ってあるの。うん、私はもう働けたら幸せやと思ってるんで、うん、できる限り仕事を続けて、うん、いろんな方と出会って、うん、いろんな刺激とかいろんなものを感じて生き生きといけたら幸せやなと思うけど、うん、ね、分からへんね。いやもうほんま年もね70に向かってるわけですから、す、ね、健康一番で気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、今回はねこれだけやったけど、次回は顔出しで、いやいや、ダイエットが成功したら出ます、はい、する気あんのや。新宿の夜は孤独と情熱が交差している。